北野線は、京都府京都市北区の北野白梅町駅から、右京区の片平の辻駅までを結ぶ、京福電気鉄道の路線である。嵐山本線とともに乱電と呼ばれる。住宅街の中を走っているほか、沿線には、名札が多く、駅名にもなっている。また、歌野駅、鳴滝駅間の線路両側には桜並木があって、桜のトンネルになっており、春の開花時には、 夜間ライトアップが行われる。全線が専用軌道である。駅ナンバリングで用いられる。路線記号は B。通常はすべて線内折り返し運転となっており、昼間は10分おきの運転である。早朝には、サイン庫からの出庫と送り込みを兼ねた、嵐山本線サイン初北の白梅町域が2本のみ、運行されている。春、秋の観光シーズンの土曜。 休日ピルマ時間帯には、線内定期列車を延長運転する形で、北の白梅町駅嵐山本線、嵐山駅間直通の列車が運転されることがある。全列車ワンマン運転を行っている。明神寺駅、歌野駅、撮影所前駅には行き違い設備がないが、単線の線路を挟んで、上下方向別にホーム2面が設けられている。これは、車両のドア操作上。 常に運賃箱のある、左側ドアを開けて乗降できるようにするためである。それ以外の途中駅には行き違い設備があるが、通常ダイヤでは、鳴滝駅と両安寺駅のみで行き違いを行っている。ただし、時は駅、鳴滝駅間は、伏線となっているため、北の白梅町駅が延着した場合など、タイミングによってはこの駅間で行き違いをすることもある。 1960年代には8分おきに運転されており、その当時は、時和駅、小室駅、東神駅で行き違いを行っていた。また、両安寺駅、東神駅間の半分以上は、複線分の用地が確保されているが、複線化は事実上頓挫している。京都伝統により開業した。開業当初は、北の天馬宮の南側にあった。 北野駅が起点であったが、今出川2の拡幅工事に伴い、北野白梅町駅が起点となった。現存区間の廃止駅、編集詳細は、京都市電京都市 LRT 構想を参照、今出川2の北野白梅町と出町柳駅の間に LRT 路線を建設し、この線と永山電鉄永山本線とを含めて、 直通運転をさせる構想が1990年代末頃からある。京都市も検討を行っているが実現するかは不透明である。明神寺駅に設置されたランデン会話以下にや集合案内版2006年度よりランデンブラッシュアッププロジェクトとして以下のような事業を行っている。また沿線に世界遺産や国宝をはじめとする多くの観光地を 有する嵐山本線、北野線では、これらに加えて、以下のことが行われている。蘭電界隈か2006年10月に、まず、北野線の両端の北の白梅町駅と片平の辻駅を除く各駅に、蘭電界隈館と称するその駅近辺の名称の大きな写真パネルが掲示された。続いて2007年9月には嵐山本線にも、市場大宮駅、 西王子三条駅、山の内駅を除く各駅に掲示された。上りホームか下りホームのいずれか片方に設置されていることが多いが、両安寺駅と六王院駅は上下両方のホームに設置されている。カラー写真の作品だが、嵐山駅に掲示されたものだけは全をテーマにした、モノクロ写真の連作となっている。この写真は、 写真家の森谷洋子の作品で写真パネル脇に掲示されているランデン界隈館の大事は書家の樋口花玄の筆によるシンボルツリー北の線の各駅には2006年12月に片平の辻駅を除く各駅にちなんだシンボルツリーや花壇などの植栽が行われているシンボルツリーは 木製の大型植木鉢に植えられていることが多いが、小室ロ・ニ寺駅と歌野駅は地面に自家植えされている。歌野駅のモミジは以前から植えられていたものである。その他集合案内板は、蘭電天神川駅開業以前は、北野線の各駅にしか掲示されていなかったが、蘭電天神川駅の開業に伴い、嵐山本線の各駅にも設置された。駅名標は以前は、 駅上アに取り付けられているタイプと、ホームに日本足で建てられているタイプの2種類があったが、2007年3月19日の LINE カラー正式導入時に、ホームに日本足で建てられているタイプのものはすべて撤去された。画像はすべてなるた。ありがとうございます。